フォトモード画面ですね。あ、はい、出ましたね。はい、ありがとうございます。でフォトモードなんですけれども、まあ、実際ですね、こうあのじゃあいざ何したらいいんだってなっちゃうと思うんですけど、まず本当に簡単で、まずはもう好きなキャラクター、あとはもう好きな技を打っていただければ、あとはもうそれっぽくなります。本当ですか？それっぽくなるんですか？そんな簡単で？そうです、あの突き詰めるとすごい難しいんですけれども、はい、まずは入り口として、あのこういう風に遊んだらあのすぐできるんじゃないかなっていうのをちょっとお見せしたいなと思ってます。悟空でとりあえずカメハメハを打ってみましょうと、はい、ここでですねカメラボタンを押すとですね止めることができるんですね。で、カメハメハの中ってこんなってんだ、はい、ね。そうなんです、はい、じっくりじっくり見ることができますと、はい、でもう好きな角度でですね、もうこの時点でもう楽しいんですよ。あ、かっこいい、はい、もう必殺技、まあ、全マスモデルってもうあの大体どの角度から見てもかっこよくできてるので、はい、これだけでもそれっぽくなるんですね。あ、いいですね、この、はい、この構図です、感じですね、構図ですね、はい、ってる感。でさらにここで、フィルターといってですね、まあ、セピア調とかもいろんな形で選ぶことができるんですけれども、これはまた 17.5 号おすすめなんですけれども、はい、大体の写真って背景ぼかせばそれっぽく見えると思ってるんですよ。あ、一眼で撮ったっぽい。あ、それですね、はい、これがこのカスタムぼかしというものなんですけれども、そんななるんだ。これでもちょっとそれっぽくちょっとね、あの遠近感出ますよね。そうなんですよね、映えますね、はい、うん、はい、ぜひですねこんな形で遊んでいただければなと思ってます。はい、で例えばあとはですね、あの、はい、あ、こんな瞬間も、この瞬間で、あとは飛び上がったのかっこいい、コマ送りっていうのができるんですよ。おーおーおー、え、こういう風にハメハメハって飛んでいくんですね、はい、っていうのが、はい、分かるもうコマ送りにしながらぐるぐるしてるだけで、結構楽しめちゃいます。はい、すごい新鮮、ね、なかなかこういった形で、そうですよね、あんな見慣れたカメハメハが、ね、はい、ドラゴンボールのバトルって、まあ、とにかく早いので、はいはい、実はこんな動きしてるんだっていうのが見れたりするので、はい、ね、はい、まあ、それでは、今日はですね、鈴木さんにですね、はい、ちょっと遊んでいただきたいなと思うんです。あ、いいんですか？はい、お、強敵をですね、ぜひあの倒していただきたいと思います。あ、いいんですか？はい、じゃあちょっと、じゃあナンパをね、はい、時みたいですね、倒したい、もうとりあえず必殺技を打ってればそれっぽい絵が見えるので、はい、まずはじゃあ相手をロックオンして、はい、R1 ボタンですね。はい、これですかね、ロックオンしました。あ、R1 ボタン、あ、これです、これ、あ、これ、はい、すいません、はい、でですね、はい、魔漢光殺法を打ってみましょうか、とりあえず。お、あ、いいんですか？どうやったら出てきますか、はい、R2 と L2 を同時押しですね。同時押し、はい、で、四角ボタンで魔漢光殺法を出ます。お、かっこいい、かっこいい、お、かっこいい、あ、貫いた、貫いた、当たってる、当たってた、当たってた、当たってた、わかりました、わかりました、今、今だよ、今だよ、さっきだよ、ここで、ここで撮影ボタンが十字キーの下に出ます。十字キーの下、あ、じゃあもう一回いきますか。じゃあこれでいいタイミングで止めると、あ、うまい、当たってる、当たってる、当たってます、当たってますね、はい、おー、当たる直前、当たる直前、当たってる、当たってる、もうちょっとじゃない、あとちょっと、あとちょっとで、今まさに今まさにちょっとなんかの場所がこれさ、コマ送りが当てられるんじゃない、はい、コマ送りできます、あのですね、え、コマ送り、十字キーの左ですね、あ、あ、当たりました、当たりました、当たりましたね、いいじゃん、これだよ、これ、これだ、はい、ここでまたカメラを引いてピッコロさんのところに持っていくと、カメラを引いて、あ、ごめんなさい、アップしちゃった、はい、引いて持っていくと、引いて持っていくとピッコロさんが見えるんじゃない、ピッコロさんが、引くと、あ、結構遠くなんだ、長い、長い、はい、だいぶ遠くなんだ、ちょっとな、はい、いやでもいい構図ができましたね、かっこいい、いい構図ができました、やっぱピッコロさんかっこいいんだよ、かっこいいですね、はい、勝てそうだもん、これかっこいい、歴史改変です、これはもう歴史改変できた、はい、あ、いいね、いいね、背中いいね、背中、そう、ピコロさんはね、ご飯に背中を見せて育ててきたっていう、はい、背中で語るね、そう、背中で語る系の、るまあ、男性だか、ちょっと女性だかはないっぽいんですけど、はい、彼は、はい、そうですね、はい、そうですね、ご存知ですね、はい、そうなんですよ、ないんですよ、はい、性別は、はい、じゃあこれを、まあ、こんな形で、いいじゃん、いい瞬間ですよ、はい、そうですね、まあ、あとはフィルター、まあ、四角ボタンで、はい、まあ、その先ほどみたいな形で、変えて、でさらに、あ、これかっこいい、昔のテレビ、昔のテレビ、これかっこいいな、はい、これちょっと、ね、なんていうんですか、冷凍が落ちるっていうか、こうガシャガシャしてる、うん、これでまたなんか味が出てますよね、ね、これいい、いい、はい、これインスタっぽくないですか、インスタってまだと最高感、わかるわかる、ガラッとした感じがするの ね、 ね、でこれがさっきおすすめのですよね、あ、一番上のですね、一番上の一番、あ、ですね、焦点じゃなくて、はい、一番上のカスタムというところで、はい、ぼかしというのがあるんですね、カスタム、おー、ぼかし、
いた。ぼかしですね。でちょっと今あそうですね、ぼかしすぎちゃってるので、はい、ぼかしをちょっとこう軽くすると、すごいめっちゃ細かく、いい具合にあの遠くが今ボケてますね。このぐらいですかね。はい、そうですね。メガネ、これメガネ。すいません、あの文字が見えなくてメガネをちょっと。あもうガチじゃないか。すいません、はい、真剣だ。はい、でこれで。まあ、はい、こういった形で、いいでね、はい、はい、まあ、いろんな楽しみ方ができますので、ね、さきちゃんも思わずメガネを取り出すぐらい真剣に。いや、真剣に。はい、ちょっとまあ、今日はお時間がないというところなので。お時間ないんですか、そうなの。はい、まあ、はい。これ無駄。はい、これ撮影ができるということですね。はい。あ、いろいろやりたい。はい、いろいろやりたいんですけども、そうですね。また、ちょっとそうですね、ぜひ今度、そうですね、いろいろ。はい、ご紹介できる。製品版で。今じゃなかった。ありがとうございます。